6月18日土曜日の天気をお伝えします。明日の天気アイコン見ていきますと、明日は日本付近晴れるところ多くなりますけれども、ただ梅雨前線が近づいてくる影響で九州南部など西日本の太平洋側では雨の降り方が強まってくる恐れがあります。またその他のエリアでも少し雲が広がりやすく、場所によってはにわか雨の可能性がありますので注意をしてください。また北海道、こちらは上空の寒気や湿った空気の影響でところどころにわか雨となりそうです。そして明日は気温も上がりそうです。気温の予想を見ていきますと、西日本から東日本、日中の最高気温が30度前後まで上がるところが多くなってきます。東京も28度、そして新潟は30度ということで暑さが厳しくなりますので、熱中症などには十分に気をつけてください。なお最新の気象情報はウェザーニュースのアプリでも確認いただけます。